ここは現実じゃない、意識の中だ。センシングっていう特別な方法で直接厚見の意識にコンタクトしてるんだ。厚見さんが1年前に自殺未遂した理由に触れるのは辛いことでしょう。現実の君はもう1年間も眠ったままなんだ。だから目覚めてくれ。そこで何してるの？これ文字入れ替えるとルーミーって。ルーミー、直前まで連載してたのがルーミーっていう題名の殺人鬼の話なんですけど、探してきてくれないかな。首長竜の絵、小学校4年生ぐらいだっけ、島でさ、私首長竜の絵を描いて見せたでしょ。私たち15年前に戻ったんだ。これでやっと元に戻れるんだよね。ここは私の意識の中でしょ。だからどうにでもなるの。もうこのままずっと目が覚めないんだよね。絶対そんな風にはさせないから。仮想と現実が崩壊する中で真実を知った時、二人の愛は奇跡を起こせるのか。ありがとう。リアル完全なる首長竜の日。